8月6日土曜日と8日月曜日、10日水曜日の3日間、ヤンマースタジアム長居と緊張スタジアムにおきまして、2016年度第40回総理大臣杯が行われました。立命館大学は2006年以来10年ぶりの出場となります。8月6日にヤンマースタジアム長居にて行われた富士大学との第1回戦、前半は拮抗し0対0で終わります。しかし後半53分には中野拓実が PK を決め、流れをつかんだ立命館は57分には池松大輝が2点目をマーク、さらに71分にも高畑智也がゴールを決め、3対0で大勝を収めました。第2戦は8月8日に緊張スタジアムにて行われました。相手は昨年ベスト4の筑波大学。開始早々の4分、筑波大学に先制点を決められます。しかし立命館は前半25分に中野拓実、前半28分に紀藤俊介がゴールを決め2対1に持ち込みます。後半は一進一退の攻防を繰り広げ、両者得点を得ることができずに2対1で立命館が勝利しました。そして8月10日にヤンマースタジアム長居にて桐蔭横浜大学との第3戦が行われました。前半は立命館が主導権を握る展開となりますが、相手に阻まれ決定的なシーンを作ることができずに終えます。後半も立命館がペースを握り続け、ついにチャンスが訪れます。相手のミスから立命館の佐藤圭がボールを奪い、ゴール前の紀藤俊介にパスをする決定的なシーンが訪れますが、紀藤のシュートはポストを叩きゴールにはなりません。その後も攻防が続き、お互い0点のまま延長戦になります。延長戦も得点が入らず PK 戦に持ち込まれます。立命館のゴールキーパー白坂風磨の活躍もあり、お互い一歩も譲らず PK 戦はサドンデスへ。両チームとも6人目のキッカーは成功したものの、立命館の7人目のキッカー佐々木浩太のシュートが真正面でキャッチされました。立命館は健闘したものの、準々決勝で敗退となりました。3試合ともゴールキーパーを務めた白坂風磨選手は、日本一チームとして目指していた中 で個人としてもやっぱ自分の存在っていうのを全国のいろんなプレイヤーだったり監督さんだったりっていうのを知らしめたいっていう思いが強くて、やっぱその分ゼロとかにこだわったり存在感っていうのはもっと出してやっていこうっていう強い思いがありました。初めての全国大会なんで、もっとやれるんだって自信つけてほしい大会。まだまだ能力、力はあると思うので、もっともっと自分らを信じてどんどん前向きにやってほしいなというふうに思います。はい、諦めない姿勢を見せてくれた立命館大学男子サッカー部、これからの活躍にも期待です。